はい、どうもどうも、おはようございます、こんにちは、こんばんは、甘栗に旬です。ということでね、今日も早速動画やっていくんですけれども、ここに今全部並んでる商品0円でゲットしました、イエーイ。というわけで、なんで0円でゲットできたかっていうのを説明したいと思います。まあ僕がよく行くね、あの万代さんっていうお店あるんですけども、そこでね、カードのガチャガチャ、ゲームのガチャガチャ、コミックのガチャガチャ、乃木坂のガチャガチャとかっていっぱい今ね、あのガチャガチャね、結構ね、ガチャガチャみんなお金使う人多いですからね、まあ万代さんでもいっぱい置いてるわけなんですけれども、そこのね、あのガチャガチャするとね、あの剣みたいなのが入ってるのかな、カプセルかなんかに、で C 賞とか A 賞みたいな感じでね、いろいろ入ってるんですけど、皆さんね、あのガチャガチャ回して、あし今日 C 賞だ、あこれいらねえっつって、こう剣置いてっちゃったりする人が多いんですね、意外と。で俺がこうやってこうなんかいいのあるかなと思ったら、おなんだこの C 賞の剣残ってるぞみたいな感じで俺がいただいちゃってるわけなんですけども、まずね、あちなみにね、まだもう一個あってねこんな感じでね、これもまだ交換できてないんだけど、これもね、あのガチャガチャでね、あの交換しないでね、残してってくれてるやつですね。本当は1000円とかね、500円とか払ってこうやってガチャガチャするんですけど、誰かが やって、あの交換しないでいいらねっつって置いてきたやつを、俺がこう皆さんのおこぼれをいただいたって感じですね。いや皆さん、ちゃんとお金払ったらぜひ商品と交換してくださいねって話なんですけども、まずね、コミック賞、 C 賞、ワンピースのなんかフィルム Z みたいなやつかな、あ最近のアニメのやつか、ワンピースレッドっていうののなんか単品40億巻って書いてありますね。これ非売品のやつですね。これタダでゲット。 3DS、 これよくわかんないけど、こういうのかわいいイラストだね。戦乱神楽、3DS は一応持ってるからゲームは遊べますね。まあ興味なかったら売れ、メルカリとかで売ればいいんで全然あれですけど。で、ポケモンの 3DS、 これもゲットしました。よいしょ、 PS4 のなんか車のゲーム、 PS4 持ってないんでね、なんで取ったのっつったら、メルカリで売るかなって、値段つきそうなやつだったんでこれに交換しました。PS ビータ、ドラゴンクエストビルダーズ、なんか建築するやつかな、これもタダでゲットしましたそしてこれも PS4、 これなんだ、バイオハザード5、PS4 も持ってないんでね、これもマンダイかメルカリどっちかで売ろうかなって感じですマンダイさんは1000円買取やってたんで1000円になりますね。メルカリだったら2000円ぐらいいくのかなでコミックのガチャガチャで、これなんか関数いっぱい12巻ぐらい入ってるやつ、ヴァンガードのコミック、これタダでゲットしました。やばーって、やば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 。そしてなんか乃木坂の方のガチャガチャもね、剣置いてってくれた人いたんでね、かわいい白石麻衣やん、麻衣ちゃんの、白石麻衣ちゃんの写真のやつと交換しました。なんか久しぶりにこういう写真、昔ね、横山由依ちゃんとか柏木由紀とか俺好きだったんでね、こういうの集めてたけど、久しぶりにこうやって見ると、あ可愛いなってやっぱ思っちゃいますね。こういうのからだんだん沼ってきちゃうんだよね。そしてあこっちの前に、これも交換品です。これ 2DSLL っていうやつを入れるやつですね、ゲーム入れるやつ。これもあの皆さんが1000円ガチャで置いてってくれた券と俺が交換させていただきました。これすごく便利でね、カード入れたりとかね、イヤホン入れたりとか他のにも使えるんで、これ結構ありがたいですね。ラッキーって感じ。そしてね、
これやばいっしょ。任天堂スイッチ。スイッチ持ってないんだけどね。ソードアートオンライン。これメルカリで6000円ぐらいで売れるみたいなんで。ラッキーって感じ。タダで置いてってくれたらマジありがとうって感じ。お小遣い稼ぎになったぜって感じ。ってことで、いくら分ぐらい稼いだのかな ?500 円のガチャガチャだから500円。1000円のガチャガチャだから1000円。1000円。1000円のガチャガチャ2000円分。3000円分。4000円分。5000円分。6000円分。7000円分。8000円分。9000円分。は9000円ただでゲットしたって感じですね。やばやば。やばいっすー。ということでね。夜とかね、夜中とかね、1時とか2時とか、夜中行くと意外とね、こうガチャガチャっていいやねって入れてく人多いんでね、結構夜中に俺ゲットしてること多いですね。まあでも今日は昼間行ったらゲットできたんでね、そういう時もあるなって感じ。みんなせっかく1000円、2000円払うんだから自分で持って帰れよ、もったいね。ありがたく楽しませていただきたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。バイバーイ。